朝倉選手ですね、自分は最初はその格闘技の試合で、見たことがなくてですね、なんか街でですね、その喧嘩をする、相手を見つけて、それでその道場に連れてきてスパーリングをする。YouTube なんかやってるからとか、YouTube やってたらとかですね、格闘技に専念した方がいいんじゃないかという意見がたくさんあるんですけども、船木正勝です。今回は総合格闘技のタップについてをお話ししてみたいと思います。タップですね、こういう、意思表示、相手の技がですね、決まってもう無理だと動けなくなった瞬間に、こう参りましたというその意思、合図なんですけども、先々週ですか、日曜日ですね、6月の13日、去る6月13日になります、に行われました、ライジンの総合格闘技、ライジンの、東京ドーム大会ですね、メインで行われた、朝倉未来選手対クレベル小池選手ですね。これでクレベル小池選手に朝倉未来選手が、三角絞めをかけられて、それで朝倉未来選手がそのタップをしなかったと、そのままタップをしないので落とされて、しまったということで、タップをしないことはどうなんだろうということがですね、結構その話題になりまして。ライジンの28ですね、自分は、リアルタイムで久しぶりにですね、ペーパービューを買って自宅で、見ました。ペーパービューをですね、買ってまでその格闘技を見たのはいつ以来かなと、遡って、プライドですね、プライド以来なので、おそらく15年 以上ぶりぐらいですかね、だと思います。久しぶりのドーム大会、ドームで行われるその日本の格闘技の大会ということで、やっぱりその今回はですね、ちょっと勝ってでも見てみたい大会だと思いました。買ったという、お金を払って買ったっていうこともあってですね、当日は日曜日で、朝からですね、ちょっとこうワクワクして、早く始まんないかなと思いながらですね、3時過ぎですかに始まるんですけども、今回ですね、メインがその朝倉選手、未来選手対そのクレベル小池選手ということで、それも楽しみなんですけども、他にもライジンになってからその知った選手がですね、こう数名出てましたので、一回パンクラスのリングドクターのパーティーで会った選手も一人いますので、いろいろその知ってる選手がこう結構出ていましたので、なんかそのやっぱり知らないとちょっとこう見たいなとは思わないですけど、知ってる選手、知ることによってやっぱりそのテレビでですね、何回も見て知ることによって、今回はこの人とこの人が戦うんだと思って、その見たいなと、見たいな、ペーパービュー買ってでも見たいなっていう、その思う気持ちになったということもあると思います。ので、3時過ぎからですね、終わったのが9時前、10時前ですか、6時間以上、しっかりとですね、楽しませていただきました。そして、メインのですね、今回のその朝倉選手対クレベル小池選手の試合なんですけども、1ラウンド目ですね、結構朝倉選手の打撃が入っていたと思います。で、なんですけども、クレベル選手も、打たれ強いっていうんですかね、当たってもこう来い来いですね、していましたので、ダメージはないわけではないと思うんですけども、おそらく、打たれ強いのか、打っても引きませんので、それによってちょっとこう、打っても普段であればこれ結構手応えあるのに、なんでこの人はその倒れないし、その引かないんだろうって、そういうふうなですね、方法で来られると、やっぱりその打ってる方はどんどんこう消耗していくという感じで、ちょうどその、今回の試合ですね、大舞台だし、緊張も朝倉選手緊張もやっぱりしたと思うんですね。なので、その疲れもちょっとこうあったのか、2ラウンド目に入って、そのグラウンドに入った瞬間ですね、ちょっと動きが止まったかなっていうふうに感じました。で、その
止まったかなと思ったか思って感じた瞬間にですね、まあ、三角がパッと入って入った時にこうすぐにその抜けるのかなと思ったんですけども、ちょっとこう耐えてた感じがしてですね、あのやっぱり技をかける瞬間っていうのはその逃げる瞬間でもあるので、対処が遅くなるとやっぱりもう抜けられなくなってしまう。特にその三角とかチョークの場合は、あの首の場合はですね、それが強いので、結果ですね、まあ、タップをすることもなくその負けてしまったんですけども、やっぱりその人間がその首を、まあ、その今回は三角締め、首を絞められてその落ちていく、でそのシーンですね、それはちょっとやっぱりその一般の人とか あんまり落ちたことがない人が見ると、ちょっとこう殺人シーンに見えてしまうと、まあ、本当にショッキングなシーンだと。特にその朝倉選手の、応援しているファンにとってはショッキングなシーンになったのではないかなと思います。やっぱりメインでですね、外国人選手、まあ、小池さんなんですけども、その外国人選手と、日本人選手が戦って、まあ、一番最後にやっぱりその日本はですね、その日本人が勝ったらこうすごくハッピーになってこう帰れると思うんですけども、残念ながらその朝倉選手がそれ負けてしまって、ちょっとこうどんよりとしたですね、空気になったんですけど、まあ、自分もそうですね、ヒクソン・グレイシーと戦った時にやっぱり負けてしまって、今回の試合よりももっとその期待されていたんじゃないかなと思うんですね。ので相当どんよりとした空気になってしまったんじゃないかなというふうに思います。まあ、今からその21年前ですね、自分とそのヒクソン・グレイシー選手の試合なんですけども、これも、バックチョークをですね、取られながら自分がその、まあ、ギブアップをしなかったがためにその落ちてしまう、この時もその殺人、みたいなシーンがですね、こうテレビに映されて、まあ、その時ちょうど自分カットして血も流れてましたので、今回の朝倉選手よりももっとちょっとこう過激な感じに見えたんじゃないかなと思います。あの時もそうですし、やっぱり今回もそうなんですけど、なんでその、ギブアップをしなかったのかというそのところにちょっとこう、フォーカスをしてですね、ちょっと考えてみたいなとこう思いました。1993年ですね、パンクラスを設立しました。そしてその設立した年にですね、 UFC アルティメットファイトチャンピオンシップも誕生してですね、まあ、世界的バリトゥードの大会になるわけなんですけども、そこで、初めてそのホイス・グレイシーという選手が、まあ、優勝して、まあ、それでグレイシー柔術というのがその世の中にこうバッと出てきたんですけども、当時ですね、やっぱホイス選手はグレイシー柔術のためなら死ぬ覚悟があると、その死というその名前、死というその字をですね、そのインタビューでこう使い始めて、まあ、その通りですね、どんな状況になってもホイス選手はそのギブアップをしないので、まあ、セコンドがそのタオルを投げたりとかですね、まあ、その、してそれでその試合が終わったりとかするんですけども、ホイラー選手に限って言えばその腕を脱臼してもですね、ギブアップをしないので、どん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 ですね、そのグレイシー柔術の選手たちは本当にその、まあ負けるよりもはですね、死を選ぶ、そういう感じのイメージがこう出来上がってきてましたね。のでなんかその辺でギブアップをすることは、なんとなくですね、もうダメ、そういう悪じゃないですけども、なんかその技決まってパパパッとそのすぐにその諦めてるやつらはなんかその弱い、なんかその軽いとか、そんな感じでこうイメージがどん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 こう刷り込まれていっていたような気がします。そしてそのグレイシー柔術一族最強のですねと言われる男、ヒクソン・グレイシーが登場して、まあ、同じ思想です、もっと、もしかしたらもっとその
ホイス選手とかそのホイラー選手よりもこうその思想が強いというか、どちらかというと、格闘家スポーツよりも格闘家で、格闘家よりもその戦士というですね、そんな感じのこうイメージでこうどん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 こう膨らんでいって、まあ、グレイシー術のためなら死ぬ覚悟があると、まあ、ヒクソン選手も死という言葉を使っていました。で、たまたまというかですね、まあまあ、流れなんでしょうね、まあ、その相手として、まあ、自分の先輩 UWF の先輩である高田さんがですね、戦うことになってですね、結果2回その逆十字固めを取られてこうギブアップをしてしまいました。まあ、高田さんからしてみればそれまで通りですね、あと同じ気持ちで試合ですね、決まればタップをする、ギブアップする、当たり前のことを行っていただけだと思うんですけども、まあ、そのグレイシー柔術のその思想でタップをしないと、でするとあんまり良くないみたいな、そんな感じでこうなったんでしょうね。そのやっぱりその周りからもですね、その高田さんがギブアップをしたことがダメみたいな、そのもっと頑張ってほしいというか我慢してほしい、折れてもギブアップしてほしくなかったとか、そういう声が結構その聞こえてきまして、どういうことだっていうぐらいですね、結構そのギブアップをすることが悪という、そういうなんかその状況が、なんとなくですけども、そのグレイシー対その UWF 系ですね、でこう出来上がってしまったような気がしますね。で、桜庭選手と戦ったホイス・グレイシーもギブアップしない、タオルを投げて負けて、でホイラー選手も腕決められてるんですけどもギブアップをしない、でタオルですか、でタオルので、まあ、セコンドが止めるので本人は負けてないと、まあ、そういうその、まあ、言い分というかですねになっているので、まあ、その辺でこうギブアップ、タップをすることはダメ、弱いからタップ、そういうなんかその流れがこう出来上がってしまっていたような気がします。そしてですね、その流れでこう自分にこう回ってきたのがそのコロシアム2000のヒクソン・グレイシー戦です。まあ、そんなですね、周りの声を聞いていたらですね、ギブアップをするわけにはいきません。まあ、たとえですね、技をかけられたとしてもその最後まで、まあ、我慢をすると。で、ヒクソン選手もですね、おそらく同じだったと思います。というかヒクソン選手こそおそらくそういうふうになったとしてもギブアップはしないという覚悟はですねできていたのかなと。おそらくその一族が、でもタオル投入もなしなんですね、タオル投入もなしなんで、どうやってその終わるのか、まあまあ本当に自分が負けた時はもう本当にどうなっているかわからないという覚悟でその試合に挑むことだったと思います。まあイコールですね、まあ、自分もギブアップをしないということに決めました。まあ、それが試合の前ですね、試合の前でので今思えばですね、そのヒクソン選手と戦うっていうことによってそのギブアップを、するしないという方にこう頭がですね最初にこう行ってしまっていたような気がしますね。そんな試合でしたね。でそのこのコロシアム2000のルールなんですけども、これまた特別なルールですね。レフリーストップがなしですね。そして、セコンドのタオルもなし、確かなしだったと思います。でとにかくそのギブアップか KO のみの試合ですね。決着がつくまで、無制限ラウンドというふうに、とにかくその勝つか負けるかですね、単純にその勝つか負けるかだけの試合になってしまったなということで、イコールですね、やっぱりギブアップ
しないということを決定しましたので、ギブアップしないということは負けたら死ぬと、そういうなんかそのイメージですね、頭の中で。負けたら俺死ぬんだな。のでそのヒクソン選手と戦うっていうよりもそのギブアップをしないとかですね、あとはその負けたら死んでしまうという、生きるか死ぬかという、あとそのプライドの問題ですね、ギブアップをするしない、あとはその生きるか死ぬかという、そういうなんかことでこうずっとこう頭の中でこう考えていた時間ですね。ヒクソン選手と同時にその生きるか死ぬかっていうことをすごくその自分で突き詰めていったような気がします。調子がいい時ですね、トレーニングやって調子がいい時はもう勝つイメージなので、生き残ると。でトレーニングやっぱりその疲労が溜まって調子が悪い、うまくいかない時は、今日だったら負けと、まあ、イコールその死んでるな、そんなことをですね毎日毎日その死ぬか生きるかを考えながらやってましたね。まあ最終ですね、やっぱりそのタオルぐらいは投げた方がいいんじゃないかというその意見もありましたので、タオルをですね自分は一つその用意していました、実は。そしてどっかでも喋ったんですけども、で自分のその、後輩ですね、やっぱり近藤勇樹ですねにそのタオルを渡しておいて、仮にもしも自分がその技をかけられて、もう今日はギブアップしないから、そうなった時にはタオル頼むなと、言おうと、会場入りする前まではですね持ってタオルを準備していきました。ですけども、これからですねその先のある人間に対して自分がそれをやってしまうと、この近藤もですねどん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 そういうなんかその逃げ癖というかがついてしまうのではないかと思って、本当に試合のギリギリ前ですね、本当に入り口に出発するギリギリ前にですね、更衣室でこうやってタオルを取ったんですけども、これやったらその諦め癖をですねその近藤につけてしまうかもしれないということで、タオルを出さないままですねその入場をしました。もちろんそのギブアップもしないというそういう頭も固まってます。そこでようやくその、気持ちが、覚悟がですね、ギリギリのギリギリでやっとその覚悟が決まったと思います、実際は。そしてですね実際の試合になります。試合中ですね、生きるとか死ぬとかはですね全く感じることなく、ただですね、ただ、ヒクソン選手と戦っていた。戦っていたというよりも、いわゆるその練習ですね、格闘技のスパーリングの延長をやっていた。むしろ楽しかったです。楽しんでたと思います。なんかヒクソン選手を感じていることを。で思ったよりも力がですねその強くないとかですね、いろんなことをその試合中に感じていることですね、本当にある意味楽しんでいったと思いますね。いけるんじゃないかとかですね、そんな感じの場面もありましたし、ただ最終ですねバックに回られてその首を絞められるんですけども、絞められた瞬間来たと思いましたので、腕をですねこう外そうと思って、頭の後ろの外そうと思ってガッとこう掴みました。で伸ばしてこう抵抗、もう本当に抵抗したんですけども、やっぱりしっかりと入ってしまうとですね、締め技は、もうあとはもう時間の問題というか、時すでに遅しで、だんだんその気が遠くなっていくのがこう分かってですね、でもそのギブアップをしないと決めましたので、そのままこう眠りに入った感じですね。もう真っ暗にこうなって、気がついたらもう試合が終わった後ですね、人がバーッとこうヒクソン選手のセコンドがバーッとこういて、とにかく恥ずかしいですね、恥ずかしいで負けた責任、なんかとにかくその負けたからには責任を取らないと、
あの死んでないことがその恥ずかしいっていう、そういうなんかあの気持ちになってしまって、それであの引退ですね。もう本当に格闘技で負けたらもう身を引く、そんな選択を取ってしまった。あの後にですね、まあ、その試合をさばいてくれた塩崎レフリーですね、塩崎さんに聞いたんですけども、セコンド、自分の セコンドにですね、そのタオルを投げろとこう誘導したらしいんですけども、セコンドはセコンドでタオルは投げませんからと、その自分とですね、その約束をした手前、投げると、自分との約束が破れてしまうということなので、投げなかったんですね。で、あの最初レフリーがストップするんですけども、そのレフリーストップするギリちょっと前ぐらいにヒクソン選手の方がですね、あの技を解いたらしいです。まあその頃はですね、まあ、負けてもその生きていること、これでいいんだろうか、いろいろこう考えながらこう生きてきましたけども、まあ、数年後ですね、あのやっぱり人生がこう続いていくことによって、いろんなそのこともですね、またこう感じることができて、それであの生きててよかったなと、あそこで死ななきゃよかったなというふうにこう、思いました。まあ、ギブアップをですね、あのしないと決めてはいたんですけども、実際その首を絞められて、その、まあ、我慢をします、なんですけども、あの技をですね、こう手を伸ばして解こうと外そうとしていたのも事実です。なんですけども、やっぱりその首なので、あの時間が来ればですね、やっぱりそのあの入ってしまって落ちてしまいますので、まあ、当時のその状況がですね、そうさせたと、あのコロシアムルールですね、あのパンクラスの試合では決まったらすぐそのタップをしますので、やっぱりそのグレイシー柔術の精神、あとはその何でもありですねということが、なんとなくですけども、まあ、そういう、ギブアップをしないプライドのためには、死もですね、その覚悟をするということにこう気を取られていたのかなというふうに思います。まあ、それが今良いのか悪いのかわからないんですけども、当時ですね、当時、まあ、21年前の自分には、まあ、実力も含めてそうすることしかできませんでした。タップをしない、あのギブアップですね、まあ、ギブアップをしないということを、まあ、冷静に考えてみるとですね、技が完璧にその決まっているのにギブアップをしないと、そのまま相手はですね締め続けますし、こう関節もこう締め続ける、まあ、そうするとその、まあ、折れたりとかですね、まあ、脱臼したり、あとはその失神したりとかというその事故が起こります。まあ完全に決まっているのに、まあ、ギブアップじゃ、まあ、ギブアップをし、わざわざ完全に決まったらギブアップをしなければいけないというしなければいけないというその明確なルールがあるわけではないんですけども、単純にやっぱりその技の決めですね、技術の交換というか技の決めなの、決まったらやっぱり決まったよとこう、潔くないのか、まあ往生際が悪いのか、まあ、首なんかの場合だと死にたいのかという話なんですけども、コロシアム2000試合後にヒクソン選手が言っていたそうです。あの船木は私を、殺人者にするつもりかとですね、本当にあの相手にしてみたら迷惑ですね。ちゃんと自分が、技を決めて逃げられないのに、ギブアップをしない、かつ負けるを競い合ってるのに、その技が決まってるのにギブアップをしない、やっぱりそうですね、決まったらタップをするべきだと今思います。まあ試合なのでですね、試合なので、ただ、まあ、まあ言い訳なんですけども、相手よりもまあ未熟だとします、技術的に未熟だとするんですけども、まあ、それまではその勝とうと思ってですね、その戦っていると、
で、まあ、抵抗、それで技がその完璧に決まってしまって、その抵抗できなくなってしまったとしても、気持ちだけはですね、諦めたくないという、そこはやっぱり多い選手、ある選手結構多いんじゃないかなと思いますね。ので、まあ、そういう選手がおそらく、まあ、性格だと思うんですけども、まあ、負けず嫌いですかね。そういう選手がおそらくそのギブアップをしない、選手かなというふうに思うんですけども、そして、まあ、今回のですね、まあ、ギブアップをしなかった、と言われる、まあ、朝倉未来選手なんですけども、朝倉選手ですね、自分は最初はその格闘技の試合で、見たことがなくてですね、やっぱりなんですけど、 YouTube で、彼を知りました。やっぱり自分もその格闘技の、その YouTube とかをこう見てると、やっぱりそのあなたが好きそうなのがこうどんどんこう、YouTube の画面に出てきます、リンクが出てきます。それを見たら、なんか街でですね、その喧嘩をする、相手を見つけて、それでその道場に連れてきてスパーリングをする、その、朝倉選手ですね、を見て、あ、こんな選手もいるんだなっていうふうに思って、それで見てました。まあ、今回ですね、まあ、YouTuber として先にこう知ったんですけど、今回その朝倉選手が負けて、まあ、ちょっと前からもなんですけども、まあ、YouTubeなんかやってるからとか、 YouTube やってたらとかですね、格闘技に専念した方がいいんじゃないかという意見がたくさんあるんですけども、YouTube というのは、彼をですね、世間にその出したその仕事、 YouTube によってすごい人が知るようになったことなんで、自分は YouTube はやめない方がいいと思います。すごい それで、たくさんお金も稼いでますので、まあ、税金もやめたら、税金もですね、結構こう大変なことになると思うので、やめない方がいいと思います。後にですね、その朝倉選手 YouTube もやめずに格闘技も行っていくということをその発言して、まあ、その言葉を聞いてですね、まあ、自分はやっぱり、なんかちょっとこうあんまりこう感情がこう見えなかったんですけども、朝倉選手のちょっとこう人間らしいというか、人間っぽいところが、人間臭さですねがちょっとこう見れて、すごくなんかいいなと思ってしまいました。仮にですね、それで、まあ、実力は YouTube やりながら、まあ、大変だと思います。毎日撮らない、それでその実力がですね、今よりも上がらなかったかもしれません。なんですけども、まあ、それもですね、まあ、それでもう戦っていく姿、まあ、もがきながらですね、両方やって戦っていくのも人生、朝倉選手の人生だと思うんで、まあ、そういう姿も見てみたいですし、あとは YouTube を利用してですね、利用してその格闘技をもっと頑張っていく、まあ、練習を取るっていうのも、練習を取ってその YouTube に上げる、まあ、一言今日の感想とかですね、思ってることだけでもいいと思います。もうこんだけその見てる人がいるんで、これからはトレーニングに専念するんで、トレーニング YouTube ばっかり出しますでもいいと思うんですね。なので、まあ、やめる必要はないと思います。まあ、職業ほぼですね、ほぼというかもう完璧に職業トップ YouTuber なので、純粋な格闘家ではないんですけども、今のですね、ライジン、ゴールデンタイム、日本のゴールデンタイムの放送での彼の存在は大きいと思います。自分は、まあ、50過ぎてますけども、今の10代20代ですね、みんな天心選手や、あとはその朝倉兄弟ですね、のことが好きで、応援していますので、朝倉選手28歳、もう一踏ん張りできる年齢だと思います。自分は32で辞めてしまったんですけども、その後もちょっとこう体力がですね、こう、なかなかこう消化しきれなくて、やっぱりその動いてる人間が、動くことをやめるとモヤモヤしてくるんですね。なのでまだですね、その辞める時期ではないと思って、今回のですね、その負けから新たなるその姿を見せてくれることを期待しています。
朝倉選手頑張ってください。以上です。今回は格闘技のタップですねについてお話ししました。ご視聴ありがとうございます。